私はルルが好き。あなたはどう？好きだよ。たった一人の兄さんだもの。あなたは味方なのね、ルルの。え？お願い、私も仲間に入れて。私もルルを守りたいの。取り戻してあげたいの、ルルの幸せを。いるはずのない弟と暮らすルルーシュ。エリア11の総督となっているナナリー、いなくなったカレンとニーナ、教師となっているブリタニア軍人、知らない人間ばかりのクラスメイト、そのことに疑問を抱かずに受け入れているミレーとリバル。ふとした瞬間を境にシャーリーは全てを思い出した。愛する父を殺したゼロの正体がルルーシュだったことや、ルルーシュには弟ではなく最愛の妹であるナナリーがいたことなど。しかし記憶を取り戻したシャーリーのいる世界は以前の世界と一変していた。その言い方、今の兄さんは幸せじゃないっていうの？僕の気持ちは僕だけのものだ。あなたはルルのことが好きなんでしょ？その気持ちは本物なんでしょ？だったらルルのために。うるさい、うるさい。あなたはギアスを使わずに殺してあげる。苦しみながら死ぬんだね。ルル！二つの記憶、もう一人の自分。コードギアス、ジェネシックレコード、真実のかけら、外伝、過去からの刺客、そしてスタート。